これからご褒美ご飯の記者会見です。あー緊張する、本当に緊張する。記者会見で緊張しない人はいないかもしれないけど、すごく緊張します。頑張ります。はい、長野出身の社会人1年生で食べることが大好きな池田咲子役を演じました桜井日奈子です。よろしくお願いします。上京して、もう自分の好きなものを食べられる、どうしよう、何食べようってなった時に、近所にお寿司屋、回転寿司屋さんがあって、でそこに一人で入りました。一人でですか、はい、結構勇気いりませんか。勇気いりました。行ったんですけど、その一人でこうカウンターに座って食べるっていう、こうなんかいろんな人の視線も感じながら、好きな卵の握りとあと穴子の握りを食べて大満足でした。好きなだけ食べて、はい、あ、なるほど、すごい一人ご飯もいけるタイプなんですね。記者会見終わりました。緊張した、緊張してましたよね私。でもほっとしましたわ、会見が。ご褒美ご飯見てください。10月2日からです。